アストリアはアメリカ海軍の重巡洋艦。ニューオーリンズ級重巡洋艦の二番艦。艦名はオレゴン州アストリアにちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。ニューオーリンズ級重巡洋艦はもともとはアストリアがネームシップとなる予定だった。しかし、アストリアの竣工がニューオーリンズより遅れたため、ネームシップの座もニューオーリンズに譲らざるを得なかった。 一等巡洋艦アストリアは、アメリカ海軍の従順洋艦で、1934年4月末に、襲撃した。1939年4月、アメリカで隠しした、斉藤博大使の遺骨を日本に送り届けた。当時のアストリア艦長は、リッチモンド・ケーターナー大佐であった。太平洋戦争初戦では、空母歴シントンやヨークタウンと行動を共にし、 機動部隊として1942年3月のライサラモアク襲州やサンゴ海海戦に参加した。6月上旬のミッドウェイ海戦でヨークタウンが航行不能になるとフレッチャー提督はアストリアに移乗した。8月上旬のガダルカナル島攻防戦ではウォッチタワー作戦に伴いアメリカ海兵隊輸送船団を護衛してガダルカナル島に進出する。 8月9日未明の第一次ソロモン海戦で突入してきた三河艦隊の従順洋艦と交戦する。被弾して炎上したアストリアはアイアンボトムサウンドで沈没した。アストリアは1930年9月1日にワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍造船所で寄港する。1931年7月1日に CL-34 から CA-34 に、艦首変更され、1933年12月16日に、レーラシー末海によって、命名、浸水し、1934年4月28日に、艦長エドマンドエスルート大佐の指揮下収益した。1934年の夏にアストリアは、太平洋で長距離成長巡航を行う。 ハワイ諸島に加え、サモア、フィジー、オーストラリアのシドニー、ニューカレドニアのヌーメアを訪問し、1934年9月26日にサンフランシスコに帰還した。1934年秋から1937年2月までの間にアストリアは、偵察部隊の第7巡洋艦分艦隊の一部として、カリフォルニア州サンペドロを拠点として、 作戦活動に従事した。1937年2月に第62王冠分艦隊に配属され、活動を継続する。両艦隊での活動の間、アストリアは平時の通常任務を行った。この頃、後に大将に昇進するリッチモンド・ケーターナー大佐が昇進目当てで航海局への手紙作戦の末、アストリア艦長に就任した。 斉藤博士1939年始め、アストリアは第20次フリートプロブレムに参加するために西インド諸島に向かった。演習終了後、アストリアはクレブラ島を艦隊と共に出航し、3月3日にチェサピーク湾に到着した。ノーフォークで燃料を補給した後、アストリアはアナポリスに入港した。これより、先の2月26日、 日本の斉藤博士、全中米大使が、ワシントンで死去した。1925年に、当時のエドガー、A ・エーヴァングロフト中日大使が、日本で隠しした際、軽巡洋艦玉で遺体を、礼儀送した返礼として、アメリカ側は、パナイ号事件の火消しにも奔走した、斉藤大使の遺骨を軍艦で、礼儀送することとなった。斉藤大使の遺骨は、 ワシントンの日本大使館付きの北沢直吉に当初期間に守られてアストリアに乗せられ、アストリアは3月18日にアナポリスを出港した。3月24日にパナマ運河を通過する頃、アストリアは在パナマ日本人団より、古斎藤大使の遺骨に対し哀悼の意を捧げます、というメッセージを受け取った。アストリアは4月4日にハワイに到着し、 その同じ日には、斉藤大使夫人と二人の娘が、辰田丸で、ホノルルに到着した。二日後、アストリアは先に出港した、辰田丸に続いて、ホノルルを出港し、日本に向かった。4月17日、アストリアは吹雪型駆逐艦三隻に先導され、出迎えの軽巡洋艦基礎と21発の礼砲を交わし、 正常期と日照期を半期に掲げて横浜港に入港した。午後、斉藤大使の骨壺の引き渡し式が行われた。斉藤大使の葬儀は4月18日に築地本願寺にお手を行われた。葬儀の後、日本側はアストリアのり組員に対し最大限のおもてなしを行った。4月24日、リッチモンドケリーターナー大佐と ポールシー・マーシース中佐は、ジョセフ・グルー中日大使等と共に、昭和天皇に越見する。中日アメリカ大使館付海軍部官、ハロルド・ m ビームスは後に、ターナー艦長が、アメリカ側の最大限の誠意の現れとしてこの、退任を果たしたことは、最も晴れがましいことだと回想した。五国、斎藤大使夫人と、娘から、アメリカ側に等が送られ、その等は、 アナポリスの海軍兵学校校内、ルースホールの正面に現存している。アストリアは4月26日に上海に向けて出港し、29日に到着。5月1日まで滞在し、その間にアジア艦隊司令長官ハリー・イーアーネル大将の訪問を受けた。アストリアは香港、フィリピンを経て5月21日朝にグアムに到着。 同地でアストリアは、総海底ペンギン及び、雑役艦ロバート・エル・バーンズと共に座礁した、陸軍輸送船 US グラントの救助に当たった。作業後、アストリアは、サンフランシスコから、ジャンク、シードラゴンで、太平洋を横断し、香港に向かっている途中で消息を絶った、冒険家、リチャード・ハルバートンの捜索に参加し、およそ42万平方キロメートルの範囲を、 捜索したが、ハルバートンを発見することはできず、捜索は5月29日に打ち切られた。10月、アストリアの母校は、賛否道路から、真珠湾に移った。1940年春、アストリアは、第21次、フリートプロブレムに参加して、ハワイ水域で訓練を行った。1941年4月2日、アストリアは、真珠湾を出港し、 4月8日にロングビーチに到着後、13日に、メアイランド海軍造船所に入居して1.1インチ75口径4連装機銃トレーダーを装備した。アストリアは7月11日に出居し、ロングビーチ、サンペドロを経て7月24日に、真珠湾に向けて出港した。7月31日に、真珠湾に戻ったアストリアは、9月前半まで、 オアフ島とミッドウェー島との間で紹介を行った。その後、太平洋に出没するドイツの仮想巡洋艦に備えてグアムを呼び、フィリピン行きのアメリカ船舶に護衛がつくこととなった。アストリアは輸送船ヘンダーソンを護衛し、グアムとマニラに寄港した後、10月29日に新珠湾に帰投する。アストリアは局地的な紹介任務に戻り、 ことが平和なまま5週間が過ぎ去った。この頃、太平洋艦隊司令長官ハズバンド、キンメル大将は、見学になって、幾か、米情勢に抗応し、ミッドウェー島とウェク島に、海兵隊の飛行機を増援として輸送することとした。アストリアは12月5日に、空母歴シントン機関の第12任務部隊や、従順ポートランドと共に出航し、 ミッドウェイ島に18機の s b 2郵便リディケーターと第231海兵飛行軍の要員を輸送することになった。12月7日の真珠湾攻撃当日、アストリアの属する第12任務部隊は、ハワイの西方1100キロの地点にあり、記述のように航空機輸送任務のためミッドウェイ島に向かっている途中だった。ウィルソン・ブラウン中将の機関インディアナポリスも、 ジョンストン島での演習を終えた帰り道だったので、第12任務部隊に合流した。第12任務部隊は、オアフ島、ジョンストン島、パルミラ干渉を結ぶ三角形内で敵の捜索を開始した。ナグモ機動部隊と遭遇する機会はなく、13日に、真珠ジュニへ戻った。太平洋艦隊司令長官代理のウィリアムパイ中将は、 日本軍の攻勢にさらされている、ウェイク島のアメリカ海兵隊を救援するため、空母機動部隊を派遣することにした。折しも、アメリカ西海岸サンディエゴからやってきた空母サラトガが、真珠湾に到着した。サラトガは、ウェイク島配備予定のブリュースターバッファロー戦闘機18機と、海兵221飛行中隊を運んできたのである。同艦の到着により、空母3隻が、 ハワイ周辺に集結した。この空母3隻を主軸とする3つの任務部隊の他に、給油艦、ナチェス及び水上規模艦タンジールも加わり、各部隊はウェイク島救援を目指した。だが22日をもって、パイ中将は各任務部隊に対し作戦中止を命じた。翌23日に、ウェイク島の海兵隊は日本軍に降伏し、空母機動部隊は、 救援に失敗した。12月29日、アストリアは、真珠湾に帰島したが、その際アストリアに40名の戦客が乗ってきた。彼らは、戦艦カリフォルニアの乗組員で、真珠湾攻撃で、カリフォルニアが着艇した、際の一等整備兵装マーティン W ベンダーを含む、生存者だった。アストリアは、空母サラトガを中核とする。 任務部隊に合流し、12月31日に、新珠湾を出港した。1942年1月11日、日本の潜水艦移録の来撃により、サラトガが損傷したため、アストリアは、両艦とともに、サラトガを護衛して引き返した。サラトガは、約5ヶ月間も、戦線を離脱した。第11任務部隊は、歴信徒の中枢に据え、従順アストリア。 シカゴ・ミネアポリス及び9隻の駆逐艦と共に、キングマン・リーフとキリスイマ・スイ島の間を紹介する予定だった。しかし、1月21日午後に計画が改められ、ウィリアム・ハルゼー中将が帰途するマーシャル諸島への一撃に呼応して、ウェイク島を攻撃することとなった。第11任務部隊は、ナチェスを加えて23日に、真珠湾を出撃した。しかし、 出撃直後にナチェスガ72に撃沈される。燃料不足が懸念されたことと代わりのタンカーがいなかったこともあって、第11任務部隊のウェイク島への奇襲作戦は中止された。1月24日、第11任務部隊は新珠湾に帰島した。2月16日、アストリアは空母ヨークタウンを帰還とする第17任務部隊に参加し、はじめは、 関東島方面に向かった。ところが、ニューブリテン島ラバウル攻撃に向かった、ブラウン中将の第11任務部隊が、ラバウルから飛来した日本海軍の一式、陸上攻撃機と交戦する。被害はなかったものの奇襲の効果が失われ、燃料が乏しくなって空襲が中止された。ブラウン中将の増援要請を受け入れた、ニミッツ提督は、第17任務部隊を、 第11任務部隊の応援に回した。両任務部隊は3月6日にニューヘブリディーズ諸島近海で合流した。空母2隻を機関とする任務部隊はラバウル攻撃を機としていた。35海を精神中の3月8日、ポートモレスビー攻略の前段階として日本軍がニューギニア島のラエとサラモアに上陸した。空母機動部隊は 攻撃目標をライト・サラモアに切り替えた。奇襲作戦中、従順アストリア、ルイビル、シカゴ、オーストラリア及び、駆逐艦アンダーソン、ハムマン、ヒューズとともに、豪州海軍のジョン・ジー、クレース少将の指揮下に入り、ルイジアード諸島、ロッセル島近海で、空母部隊の間接護衛に当たる一方で、ヌメアからポートモレスビーに向かう、陸軍部隊を援護した。 3月10日、空母2隻は攻撃隊を発進させ、また、アメリカ陸軍の B-17 も出撃した。104機の関西機による南からの、応援スタンレー山脈を越えた攻撃は奇襲となったが、期待されたほどの戦果ではなかった。それでも、第6水雷戦隊が護衛する日本軍諸艦船に、大きな損害を与えた。この攻撃により、 日本軍のポートモレスビー攻略作戦に狂いが生じた。作戦を担当する南洋部隊は連合艦隊に大型空母加賀の派遣を要望する。交渉と調整の結果、ポートモレスビー攻略作戦 MO 作戦に軽空母、小王鳥と第五航空戦隊が参加することになった。3月14日。 アストリアは第17任務部隊に再合流した。16日、歴ントンと随伴艦は新珠湾に帰島した。ヨークタウンと護衛部隊は3月の残りの期間を3五回で紹介に費やした。フレッチャー少将の命により、本艦は従順ポートランド駆逐艦ヒューズを呼び、ウォークと共に旧カテカンブリッジのイルヌメアに向かい、四月一日に到着した。 翌日出撃し、産後会の第17任務部隊に合流。2週間余りの紹介の後、4月20日から27日まで、トンガタプ島に滞在した。この頃、アメリカ軍は暗号解読により、日本軍によるポートモレスビー占領作戦を察知した。太平洋艦隊司令長官チェスターニミッツ大将は、日本軍の MO 作戦を粉砕するために動き出す。 歴史ントンを中核とする第11任務部隊の新司令官にオーブリー・フィッチ少将を任命し空母ヨークタウンと合同して産後会に向かうよう命じた。アストリアは4月27日に第17任務部隊と共に出撃し5月1日に2つの任務部隊は合流した。専任人のフレッチャー少将が両方の任務部隊を指揮する。5月3日 フレッチャー少将は日本軍がツラギ島を占領したとの法に接した。フレッチャー少将は同時に艦上機による空襲を実施する。同時にヨークタウンの名前に当たっていた従順アストリアとチェスターをツラギ島に送り込んで動けなくなった艦船を片付ける腹であったが意義が出て最終的には空襲のみが行われた。ヨークタウン攻撃隊の戦果は 期待外れだったが、それでも、駆逐艦菊月や、特設艦艇3隻を撃沈し、不設艦、沖野島や、駆逐艦ユ月ズ等に消費害を与えた。5月6日、ポートモレスビーへ進撃する日本軍輸送船団を、撃滅するため、フレッチャー提督は指揮下戦力から第17、任務部隊第3軍を編成した。また、給油艦、 ネオショーと駆逐艦シムスを南方に被体させた。5月7日朝、フレッチャー提督は、クレース隊を分離し、日本軍輸送船団に向け進撃させた。続いて、昨後と幸運の末に、第17任務部隊攻撃隊が、MO 主体の6隻を捕捉し、軽空母、小鳥をを撃沈した。一方、日本側の飛行機も、ネオショーを空母と誤認して攻撃し、 護衛のシムスと共に撃沈した。五光線攻撃隊の白母攻撃を撃退した後、第17任務部隊は野戦を検討したが、実施されなかった。5月8日朝、日米双方の機動部隊は攻撃隊を発進させた。巡洋艦は敵襲に備えて、対空陣形を取り、攻撃隊は MO 機動部隊を探し求めた。11時頃、 第17任務部隊に5航線から飛来した69機の攻撃隊が襲いかかり、これと同時に第17任務部隊の攻撃隊も MO 機動部隊を発見し、米空母2隻の攻撃隊は昇格に爆弾と魚雷多数を命中させて撃沈したと錯覚した。一方の連合軍機動部隊も5航線攻撃隊の空襲を受けようとしていた。 ヨークタウン部隊とレキシントン部隊の距離はおおよそ9.7キロから13キロ離れており、これは海戦終了まで変わらなかった。アストリアのチョーン CR クルッチャー艦長は短くも激しい対空砲火を打ち上げたと回想したように、アストリアはレキシントン上空に猛烈な対空弾幕を張り、任務部隊が分離するとヨークタウンの防衛に回った。 アストリアのいては一連の攻撃を始まったかと思えばすぐに終わったと振り返り少なくとも4機の日本機を撃墜したであろうと主張した。だがレキシントンに爆弾2発と魚雷2本が命中しヨークタウンに爆弾1発が命中した。レキシントンは沈没を免れるかに見えたがやがて激しい爆発を起こし消火しきれないほど炎上した。 16時30分までに航行不能となり、フィッチ少将とフレデリック・シー・シャーマン大佐は、総員退官を礼した。その後、レキシントンは、駆逐艦、フェルプスの魚雷により処分された。第17任務部隊は、レキシントンを失い、ヨークタウンも損傷したが、日本軍のポートモレス B 侵攻を断念させた。3号回海戦は、連合軍側の戦略的勝利で終わった。 従順アストリア、ミネアポリス、ニューオーリンズ駆逐艦アンダーソン、ハムマン、モリス及びラッセルは、ヌメアに向かった。5月12日に到着。翌13日、アストリアと両艦は、ヌメアを出港して、トンガタプ島を経由し、5月27日に、真珠湾に帰島した。従順洋艦軍は遅くとも5月30日まで、真珠湾で整備を行い、 特貫工事で修理を終えたヨークタウンとともに、ミッドウェイ島に接近する日本艦隊に打撃を与えるべく出撃した。第17任務部隊は、空母ヨークタウン、従順2隻、駆逐艦部隊であった。1人のフレッチャー少将が、レーモンド・スプルーアンス少将の空母2隻を合わせて、指揮することになった。連合軍時間6月3日の時点で、紹介機は、 日本の輸送船団、総海底及び2隻の水上規模艦、そして第1航空艦隊司令長官、ナグモタカズ中将率いるナグモ機動部隊を発見した。連合軍時間6月4日、ヨークタウンは攻撃隊を発進させ、アストリアは予想される日本機の攻撃に備えた。米空母3隻の攻撃隊は、ナグモ機動部隊の主力空母3隻に、 致命傷を与えた。やがて第17任務部隊に第2航空戦隊司令官山口多門少将が指揮する空母飛竜を発進した攻撃隊が襲いかかってきた。零戦4機と99式艦爆18機を各空母から集まってきた F4 階ワイルドキャットが溶撃した。F4 階は艦爆10機と零戦3機を撃墜した。残る艦爆8機のうち 2機を空母と護衛艦,艦艇の対空砲火で撃墜した。しかし、残りの艦爆6機がヨークタウンに対して登壇する。アストリアは登壇後の干爆1機を撃墜した。爆弾3発がヨークタウンに命中し、激しく炎上した。フレッチャー少将は軽傷を負った。アメリカ側は、飛竜第一次攻撃隊を全滅させたと思っていたが、実際の損害は冷戦3と。 感爆13であった。フレッチャー少将は0時30分に実震爆量及び正気をヨークタウンからアストリアに移すことを決意し、ボートを派遣するよう命じた。午後1時30分、フレッチャー少将は、アストリアに正気を掲げた。またポートランドにヨークタウン栄光を命じた。ヨークタウンの被害対策班の働きにより、13時40分までには、ヨークタウンは、 応急修理を得、航行可能になった。しかし、ほどなくして、友長城市隊員率いる10機の97、指揮官と、護衛の6機の冷戦、すなわち飛竜、第2次攻撃隊がやってきた。第16任務部隊から従順2隻と駆逐艦2隻が、応援のため合流し、戦闘機体も加わった。アストリアは海中に向けて、放火を打ち込み、 水中の壁を作って、雷撃を阻止しようとした。にもかかわらず、97式観光のうちの2機が、ヨークタウンに魚雷を命中させ、ヨークタウンは、航行不能になった。フレッチャー提督は、スプルーアンス提督に、航空船の指揮を委ねる。ヨークタウンは放棄されることとなり、随伴の巡洋艦や、駆逐艦は、ヨークタウンの乗組員を救助した。 その後、アストリアは、両艦と共に、東方へ移動を開始した。アストリアは、第17任務部隊の機関として、ミッドウェイ東北方を行動し、6月8日正午に、空母サラトガを中核とする、第11任務部隊と合流した。フレッチャー少将は、サラトガに、正気を移した。アストリアは、サラトガの随伴艦となった。6月13日、 アメリカ軍部隊は、真珠湾に帰島した。アストリアは、しばらくの間、修理と訓練を行った。戦没3日前の1942年8月6日に、撮影されたアストリア8月初め、アストリアは、第62.3人無軍に加わり、ウォッチタワー作戦を支援することとなった。フランク・ジェイ・フレッチャー中将が、 空母機動部隊と遠征部隊の双方の指揮をとり、上陸作戦部隊司令官は、元アストリア艦長のリッチモンド・ケイ・ターナー少将、上陸部隊総指揮官は、アレクサンダー・バンデグリフト少将、援護部隊指揮官は、クラッチ・レー少将であった。上陸作戦を、フレッチャー・提督が指揮する空母3隻と、戦艦ノースカロライナ及び護衛の巡洋艦や、駆逐艦部隊が支援していた。 8月7日朝、アストリア以下の巡洋艦軍は、ガダルカナル島沖に到着し、ガダルカナル島、つらぎ島など当初に対する上陸作戦全般を支援した。上陸作戦が開始されると、ラバウルから日本海軍の攻撃隊が飛来した。連合軍側は、フレッチャー機動部隊から派遣された F4 回戦闘機と各艦の対空砲火で応戦した。駆逐艦。 マグフォードが損傷しただけで、輸送船団は、無事だった。その後、クラッチレイテイトクが指揮する援護部隊は3つの、グループに分かれて、紹介を行う計画であった。ガダルカナルトールンガ白地とフロリダ諸島の、連合軍輸送船団に対する敵襲に備えたが、8月7日夜から8月8日朝に、かけては平穏無事に過ぎた。8月8日昼間になると、 ラバウル航空隊の一式立二23機とレース1015機がやってきた。空襲で兵員輸送艦ジョージ F ・エリオットが炎上して来撃処分され、北方部隊の駆逐艦ジャービスが中破した。F4 階は9機が失われた。フレッチャー提督の機動部部隊は燃料不足を懸念し存在しない日本軍正規空母に恐れをなして引き上げていった。 連合軍輸送船団の揚陸作業中止と撤退を迫られたターナー提督はガトー陸上にいたバンデクリフト少将と従順オーストラリア艦長のクラッチレー少将を輸送船マコーレー号に召喚する。連合軍の指揮官たちは前後作を協議し撤退の方針を決めた。同8日夜の北方隊は従順ヴィンセンス従順クインシー従順アストリア。 駆逐艦ヘルム駆逐艦ウィルソン駆逐艦ラルフタルボットでありサボ島とフロリダ諸島間の海域にいた。同8日深夜から9日未明にかけて第8艦隊が率いる8隻がサボ島西方からガダルカナル島沖に入ってきた。三河艦隊はサボ島西方を進み、まず南東部隊に襲いかかって勝利を収めた。撃破された。 南方部隊は警報を発しなかったか、他のグループの受信状態が芳しくなかったか、ともかく異変を周囲に知らしめることはなかった。三河艦隊は、些細なミスから、鳥海隊、古高隊、駆逐艦夕凪に三分割され、このうち鳥海隊と古高隊が北方隊に迫りつつ、あった。襲撃前、グリーマン大佐は、連日の作戦と、対空戦闘で、 疲労の極みにあったので、就寝中であった。アストリアは、どうやの連合軍従順の中で、最もよく戦闘準備を整えていたが、万全の状態ではなかった。懲戒隊はサーチライトで、北方隊を照射し、鳥海がアストリアを、青葉がクインシーを、過去が、ビンセンスを認めた。リーフコール大佐は、照射をやめよ、我ら味方なりと打電しようとしたが、 間もなく、銅管に20センチメートル砲弾が命中して炎上した。クイーンーも砲撃により炎上し、周囲を明るく照らし出して良い目標となった。前から3番目を航行していたアストリアは、水上機からの照明弾投下を見て、砲術長が戦闘配置を命じていた。さらに、前方艦に対する弾着を見て、 夏型従順洋艦に対し手法の制射を開始した。相手は鳥海であったと思われ、また鳥海もアストリアを砲撃した。ところが起床して環境に駆けつけたグリーマン艦長は同志打ちと判断して射撃中止を命じた。艦長以下少なくないものが同志打ちをしたと判断した。再び砲撃を再開したが鳥海の 第5戦車により20センチ砲弾4発がアストリアの中央部に命中し飛行機格濃厚を炎上させた。そこからは三河艦隊各艦から一方的に撃たれ始めた。砲塔が破壊され、機関部も破壊されて乗組員多数が戦死、速力が低下した。懲戒艦情で感染していた庭文遊報道班員は東京両国の花火大会のようだったと記録している。 アストリアが前方でのた打ち回っているクインシーを避けて追い越した。その時、キヌガサのサーチライトがアストリアを捉え、猛然と砲撃してきた。さらに被害が増えたアストリアはキヌガサに対して2番砲塔で、最後の反撃を行い、これが鳥海の第1砲塔に命中した。三河艦隊は高速で去っていき、アストリアはコントロールを失いつつ、南に向かったが、 やがてすべての動力が止まった。3時ごろまでには70名の負傷者を含む約400名の乗組員が選手老パンに集まった。アストリアはおよそ65発も被弾しており、依然炎上していた。乗組員はバケツリレーで消火に当たり、負傷者は艦長室に移送された。駆逐艦、バッグレーが接近し、アストリア艦長を含む大半の乗組員を 収容した。バッグレイがアストリアから離れた瞬間に、アストリアの完備で、懐中電灯の信号がつけられ、生存者が残っていることが分かった。バッグレイが、アストリアの周辺を警戒しているうちに、ヴィンセンスの生存者が乗ったイカダを発見した。イカダを収容した、バッグレイは再び、アストリアの傍らに戻り、アストリア幹部がアストリアに移乗して損傷具合を確かめた。 助かる見込みがあると判断し、グリーンマン艦長は、決死体を募る。約300名のアストリア乗組員が、バケツリレーの援軍として志願し、アストリアに乗り移ると消火作業の一方で排水を行ったり、戦車者を水槽にする準備も行った。7時頃、総会駆逐艦ホップキンスも駆けつけ、アストリアを、ガトーの浅い海域まで栄光する準備に取り掛かった。 ウィルソン目時頃から消火と排水のお手伝い、10時過ぎに、ホプキンスとウィルソンは、アストリアの栄光を開始した。ところがアストリアを栄光していたホプキンスは、共闘補の警戒任務を命じられ、栄光を中止した。ウィルソンは生存者を輸送船に移すために離れた。代わりに駆逐艦部キャナンが、消火作業を引き継いだ。栄光のため、 攻撃艦持輸送艦アルチバが派遣されることになった。午前11時頃、火薬庫で爆発が起こり、傾斜が増加した。水戦下に開いた穴の補強が壊れ、傾斜を改善させる試みはすべて無駄に終わった。ブキャナンは、アストリアの右舷に位置した。ところがブキャナンは、日本軍潜水艦を追跡するため救援作業を、中断し、救命以下だと、 二隻の動力艦載艇を残して去った。ある場が到着して、救助作業を引き継いだ。走行しているうちにアストリアは転覆し、12時15分に完全に沈没した。アストリア乗組員のうち、戦死者は216名、負傷者は186名だった。ちなみに、ガダルカナル島上陸作戦の総指揮を取っていたのは、ターナーテトクである。前述のように、 かつて、斎藤大使の遺骨を日本に送り届けた実験でのアストリア艦長がターナーであった。アストリアの将校の中には、駆逐艦がアストリアの栄光に消極的だったという不満を持つ者もいるが、ターナーは駆逐艦による栄光が困難だったことを認め、アストリアをサボ島に座礁させ、その上に放棄して、日本軍に捕獲に任せることは、軍事的愚行の最たるものである。 アストリアは、鉄底海峡の海底に放置される方が、サボ島にの仕上げさせられるようにも、はるかにマシだったと述べている。アストリアは、第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。2019年1月30日、サボ島に眠る本館を、故、ポールアレンの調査チームが、ヴィンセンスともに発見したことが、明らかになった。ありがとうございます。